はい、こんにちは、116インズです。 MLB では昨日と今日、警察官による黒人銃撃事件を受け、選手たちが試合をボイコットするという事態が起きていまして、果たしてこのままシーズン続行できるのかというところが少し不透明な状況ではあるんですけれども、ただそうは言っても8月31日のトレードデッドラインが近づき、今回マリナーズが先発投手のタイワン・ウォーカーをトロントブルージェイズへトレードしました。ウォーカーのトレードの噂については数日前から出ていましたし、またブルージェイズが興味を持っているという話も実際に出ていたので、トレード自体は全く驚きはなかったんですけれども、ブルージェイズは現在アメリカンリーグ8位、今季はプレーオフが8チームに拡大されていますので、今のところブルージェイズはプレーオフ進出圏内にいる状況ですね。ただ先発陣に少々怪我人が出ているため、今回ウォーカーを獲得に至ったということですね。またブルージェイズ先発陣は長いイニングを投げることにも少々苦労している状況ですので、今季最長で7イニング投げているウォーカーにはチームを長いイニング投げてくれることを非常に期待しているかと思います。はい、それでは簡単に今季のウォーカーについて紹介していきたいなと思います。まずウォーカー、昨シーズンの大部分をトミー・ジョン手術の影響で休んでいまして、昨シーズン最終戦で復帰を果たしたんですが、ダイヤモンドバックスをノンテンダーされ、1年総額200万ドルという非常に格安の契約で古巣マリナーズに復帰しました。ということで今季は怪我明けのシーズンとなるんですけれども、ここまで5試合を投げて球速については手術前よりも少し低下している状況ではあるんですけれども、ここまで3つのクオリティスタートを記録するなど、先発としての役割をきっちり果たしてきました。27イニングを投げて防御率は 4.00、25奪三振に対してフォアボールは8つと KBB の面でも決して悪い数字は残していません。マリナーズのディポト GM もウォーカーのここまでの活躍については非常に褒めていましたし、また若手の先発投手シェフィールドやダンなどのお手本役としてもチームに貢献していたようですので、たった5試合の先発でしたが200万ドル以上の価値はあったんじゃないのかなと思いますね。マリナーズとしてもウォーカーを獲得した時からバウンスバックに期待していたことでしょうし、またトレードできるチャンスがあればトレードしたいとおそらく考えていたことでしょうから、今回こういった形でウォーカーのトレードに成功したのはチームとしても思惑通りだったのかなと思います。一方でブルージェイズにとっては今回のウォーカーの獲得は念願の先発補強となりました。冒頭申し上げた通り、現在ブルージェイズはプレーオフ圏内にはいるものの、先発陣に故障者が続出している状況です。トッププロスペクトで昇格させたネイト・ピアソン、マット・シューメーカー、それからトレント・ソントンといった先発投手全員故障者リスト入りしていますし、また現在ローテーションに残っているピッチャーについてもエースのリヒョンジンを除けばあまり計算できないメンバーですので、ここまで結果を残したウォーカーを獲得できたのはプレーオフ争いが激しくなる9月の戦いに向けて非常に大きな補強となるんじゃないのかなと思いますね。で、これは MLB.com の記事を読んで驚いたことなんですけれども、今年のブルージェイズの先発投手誰一人として1試合7回あるいは100球以上投げたケースというのがないらしいんですね。それは確かに先発投手の補強は必要だなと思いますし、また今季のウォーカーは1試合7回それから1試合100球をすでにどちらも達成していますので、ブルージェイズにとってはようやく計算のできる先発投手が加わったなという感じなのかなと思いますね。そんな今回のウォーカーのトレードですが、マリナーズファンとして気になるのはやはりウォーカーを放出して誰を獲得できたかという点ですね。公式発表ではマリナーズは後日発表選手を獲得したということになっているんですけれども、これは今季60人枠に入っていない選手をトレードする際には後日発表選手にするということになっているため、このような措置となっているようですね。こちらのジム・ボーデン氏のツイートによれば、マリナーズは今回のトレードでブルージェイズ参加トップ30のプロスペクトをどうも獲得したようですし、また別の方のツイートによればそれは野手なんじゃないかという話が出ていますね。ブルージェイズ参加トップ30といってもコンフ FA となるウォーカーの見返りですので、決してトッププロスペクトの選手は獲得できないとは思いますが、まあおそらくトップ15から30ぐらいの選手1人と交換なのかなと思いましたね。ブルージェイズ参加のプロスペクトをざっと眺めてみましたが、62枠に入っていない野手 でさらにディポと GM の好みですとか、まあポジションですとか、そういったところも考慮すると MLB.com で参加15位にランクインしているオット・ロペスあたりはマリナーズとしても欲しい選手なのかなと思いましたね。このロペスはショートの選手なんですけれども、内野や外野複数ポジションを守れるようですし、またブルージェイズはこのロペス以外にもショートのプロスペクト結構いますので、比較的このロペスは動かしやすいと思いましたし、またディポト GM は結構複数のポジションを守れる選手を非常に好む傾向がありますので、まあ、そういった意味でもトレードの見返りの候補に上がってくるんじゃないのかなと思いました。マリナーズ参加において内野のプロスペクトの層があまり厚くないという点でも、このロペスを獲得する意義はあるんじゃないかなと思いますが、まあ、実際に誰を獲得したかについてはおそらくオフシーズンに入ったらわかるかと思います。
そして今回のトレードについてディポとチームから少し気になる発言が出ていまして、地元ラジオ局とのインタビューの中でウォーカーの近い将来のマリナーズ復帰について言及していたんですね。ウォーカーはコンフ FA となるわけですが、おそらくその場でウォーカーの再獲得に向けて動くという意味なのかなと個人的には思いました。まあウォーカーといえばかつてはマリナーズのトッププロスペクトで本当に未来のエースとして期待されたピッチャーですが、まあ怪我などもあってなかなか体制できず、でダイヤモンドバックスへトレードされて、残念ながらそこでもまた怪我をしてしまって、そしてマリナーズに帰ってきたわけですけれども、今年たった5先発でありましたが、ファンがかつてウォーカーに期待していた姿を見せることもありましたし、また一度はトレードされてしまったウォーカーが再びマリナーズのユニフォームを着て投げる姿を見られたのは個人的には非常に嬉しかったので、今年チームが下位に沈んで再びトレードでマリナーズを出ていくことになってしまったのは少々残念ですが、もしまたマリナーズに帰ってくる機会があるのであれば、個人的にはぜひ帰ってきてほしいなと思います。まずは残りのシーズンブルージェイズのために精一杯投げてほしいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、メールビーに関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。